だから結城なんかはさ、社会人経験はあるんだけど、なんていうの、だから雇われたことがまあアそうでルすバイね。トを除けばないでしょう。だからなんか逆に言うと、そこをさ、心配する人なんかも当初いたりしたじゃん。こうで、まあ3年ぐらいは一度はお勤めして、世の中の仕組みを理解してみたいな。で、まあそれ俺も半分わかるし、まあいるような、いらないような、どっちかなぐらいなんだけど、そういうのはなんか意識してたりしたことないですね。あるの？ああ、まあまあ逆そにれそうもいうね、経大験事だななしと思でう。全然立派に、まあそういう意見がなんで世の中あるかっていうと、それないがゆえに、やっぱりあの人、あれ、あれが残念だって人が多いから、そういう声があるわけじゃん、なんか考えが。でも勇気で思ったことはないかまあでも、な。まあ、一回さ、某 D 社さんからお叱りの電話が来て、大野さんが言うこと聞かないんですって。まあアね、クいろいアクろ。アクなんとかの時とかさ、来てくれないんですっつって、ちょっと行ってやってくださいよみたいな感じで、いや、もうそれはちょっと彼のファッション美学なんで、すいませんみたいな。 あれ、なんかの上を絶対着なかったっつってね、某 D 社さんからお叱りの電話来たのに、俺に。じゃあなんだろう、こうとりあえず着せればいいみたいなのがちょっと納得いかなかっ た なるほど時代があったと思う。とりあえず新しい今年のモデル出たから、なるほど。着とけよてくみれたみいたいな。な。だからそこをちゃんと人に合わせてコーディネートできる人材がその D 社にはいなかったんですよ。まあ、今もいないんですけど、それで各テスターさん困ってると思うんですけど、まあ、そういう要望は出してるんで、そのうち変わったらいいなと思って、まあ、自分がいなくなったってもいいですけど、変わったらいいなと思ってます。ありがとうございね、突然わけわます。あ、かでんもない確かに。ものを送られてきてもね、これはさすがに無理でしょうっていうのたびたびあるもんで、その中からこうかいつまんで選ばなきゃいけないんじゃないですか。そうすると余ったやつもったいないじゃないですか。だったらちゃんとそういうことができる人が中にいればいいのになっていうのは思ったことあれ、深くないな。いや、深いですね。深くないいですな。よ。違う意味で深くて、多分視聴者の人はだいぶ聞いたと思いますよ。